長いプロ野球の歴史において常に弱い球団というのは存在せず、どの球団にも黄金期と呼ばれる年があります。今回はそんなチーム別の黄金期を紹介していきます。第1弾はセリーグです。なお時代を遡れば遡るほど野球界の状況が今と異なるため、今回は1990年以降に限定して紹介していきます。第2次原辰徳政権となった2006年から2015年に3連覇を2度含むリーグ優勝6回、日本一2回という好成績を残しています。リーグ優勝は2007年から2009年、2012年から2014年にしていますが、3連覇の間には2年間のブランクがあるため、同一監督の3連覇でも中心メンバーはがらりと変わっています。1度目の3連覇をしたチームの特徴は何といっても強力な打線。高橋由伸、小笠原道博、イースンヨプ、ラミレス、阿部慎之助が並ぶ打線は相手の脅威となりました。その中で野球ファンの印象に強く残っているのが2008年の優勝。この年巨人は開幕から5連敗という最悪のスタートを切り、7月には首位の阪神と13ゲーム差の大差をつけられます。しかし徐々に調子を上げ、白星を重ねた巨人は13ゲーム差をひっくり返し、逆転優勝で連覇を決めたのです。これは1996年のメイクドラマにかけてメイクレジェンドと呼ばれ、今なお語り継がれています。2012年からの3連覇では阿部や坂本が中心選手として打線を引っ張りましたが、ホームランを打てる打者は少なくなっていました。その代わり投手陣の活躍が目立つことになります。特に2012年は宇都宮哲也、沢村博一、杉内俊也、ホールトンの4投手が2桁勝利を挙げ、試合終盤には山口哲也、西村健太郎が盤石のリレーで試合を締めました。投手陣の充実もあり、2012年は日本一も達成しています。チームを作り直した上で3連覇を成し遂げた原の手腕は高く評価され、2019年からは3度目の監督に就任しています。90年以降では2003年と2005年に優勝していますが、連覇はなく、優勝後のシーズンも安定した成績を残せていないため、残念ながら黄金期と呼べるほどの時期はありません。それでも星野仙一が率いた2003年は2位の中日を 14.5 ゲーム離す独走状態での優勝を決めています。この時の打線は今岡誠、赤星憲広、金本智明、檜山慎二郎、アリアス、矢野明弘、藤本敦史らが並び、第3次ダイナマイト打線と称されました。しかしこの打線以上に強力だったのが投手力と守備力。先発ではエースの井川慶が20勝、アメリカから帰ってきた伊良部秀樹が13勝、ムーアが10勝を挙げ3本柱を形成。中継ぎ陣でも安藤優也、吉野誠、ウィリアムスが揃って50試合以上登板する大車輪の活躍。特に安藤とウィリアムスは防御率1点台の安定感で相手に隙を与えませんでした。日本一には惜しくも届かなかったものの、18年ぶりの優勝に地元大阪は大盛り上がりを見せました。2021年、2022年と連覇を成し遂げたヤクルト、2023年も開幕から圧倒的な力を見せています。史上最強バッターへと突き進む村上宗隆を筆頭に、山田哲人やオスナ、サンタナ、塩見泰隆などが並ぶ野手陣は脅威そのもの。また投手陣も充実しています。年齢もベテランから中堅、若手までがきっちり揃っており、まさにこれから黄金期を迎えようとしています。しかし1990年に監督に就任した野村克也が作ったチームも強く、9年間の在任中に4度のリーグ制覇を成し遂げています。就任3年目の1993年に14年ぶりのリーグ優勝を果たしますが、日本シリーズでは西武ライオンズに惜敗。連覇を目指した1994年は開幕からなかなか調子が上がらなかったものの、この年新人王を獲得する伊藤智仁が新人とは思えない投球でチームを引っ張ると打線も奮起。チーム打率はリーグトップを記録しました。特に古田敦也、ハドラー、ハウエル、新井幸雄の4人はリーグの打撃10欠に名を連ねました。また伊藤は新人ながら7勝2敗で防御率 0.91 という驚異的な数字を残しています。打線と投手陣が噛み合ったヤクルトは球団史上初の連覇を成し遂げます。日本シリーズの相手は前年と同じく西武。7戦目までもつれますが、エース川崎の活躍もあり、15年ぶりの日本一を達成しました。
中日の黄金期と聞かれて思い浮かべるのは落合博満ではないでしょうか。落合政権時代の8年間でドラゴンズは一度も B クラスに落ちていません。リーグ優勝は4回、日本一は1回、リーグ優勝からの日本一という完全優勝こそ成し遂げていないものの、それまでなかなか結果を出せなかったドラゴンズが上昇軍団と呼ばれた時代でした。また落合退任後は主力の高齢化が進んでしまい、 B クラスが続いてしまったことも落合政権の強さを強調することになってしまいました。そんな8年間の中でも2006年は日本一にこそ慣れていないものの、その強さが際立ったシーズンでした。投手陣ではエースの川上憲伸が17勝を挙げ、最多勝、最多奪三振、最高勝率を獲得。川上以外にも山本昌がノーヒットノーランを含む11勝、朝倉健太が13勝を挙げるなど安定した先発陣に加え、抑えの岩瀬が最多セーブを記録、チーム防御率はリーグ1位を記録しました。また守備陣も安定しており、5部門でゴールデングラブに選出されています。そんな中でも際立っていたセカンド荒木正弘、ショート井端弘和は洗い場と呼ばれ、幾度となくチームのピンチを救いました。野手陣では福留孝介が MVP と首位打者、最高出塁率を獲得、タイロン・ウツはホームラン王と打点王を獲得、2人で主要打撃タイトルを分け合うことになりました。落合は2011年に球団史上初のリーグ連覇を成し遂げますが、日本シリーズで敗れ退任。それでも未だに待望論があることが評価の高さを示しているのではないでしょうか。2015年から2019年に監督に就任した尾形浩一は、2016年から球団史上初の3連覇を果たしています。3連覇の最大の理由は主力メンバーが固定できたこと。野手陣では田中康介、菊池涼介、丸義弘、エルドレッド、鈴木誠也、新井貴浩がチームの中心を担いました。特に1番田中、2番菊池、3番丸の3人は頭文字を取って田中菊丸と呼ばれ、相手チームの脅威となります。投手陣ではアメリカ帰りの黒田博樹、ジョンソン、野村雄介が先発の柱として活躍。試合中盤には今村健、ジャクソン、一岡隆二らがつなぎ、最後は中崎翔太が試合を締める盤石のリレー。投手陣にも野手陣にも大きな離脱者や移籍者がいなかったことが3連覇の大きな要因となりました。また野手では新井、投手では黒田と精神的支柱がいたこともチームの支えとなっていました。2012年に DeNA ベイスターズに名前が変わってからは、それまで最下位が定位置になっていたことを忘れさせるほど年々進化していきました。 DeNA としての黄金期はこれから迎えることになると思いますが、前身であるベイスターズ時代にはリーグ優勝と日本一を達成する完全優勝を成し遂げています。残念ながら連覇はできず、徐々に順位を下げていったため黄金期とはなりませんでした。それでも完全優勝を果たした1998年はマシンガン打線と呼ばれた切れ目のない打線を武器に他球団の脅威となりました。打線には石井拓郎、鈴木貴則、ロバート・ローズという3人の3割打者を中心に、駒田則弘、佐伯貴弘が脇を固めました。マシンガン打線の印象が強く、打撃陣のおかげで優勝したと思われがちですが、投手陣の充実と守備の堅さも忘れてはいけません。それまでウィークポイントであった投手陣が怪我なくシーズンを完走、2桁勝利投手を3人生んでいます。そんな中でも抑えであった佐々木和弘はまさに全盛期を迎えており、51試合に登板して45セーブ、防御率は驚異の 0.61 という数字を残しました。守備陣では保守谷繁元信、ファースト駒田、セカンドローズ、サード進藤達也、ショート石井の5人が5部門でゴールデングラブ賞を受賞。同一チームから内野すべてのポジションでゴールデングラブを受賞したのは後にも先にもこの時だけです。攻撃面と守備面が絡み合ったからこその完全優勝でした。これから各球団どんな黄金期を作り上げるのかにも注目してプロ野球を見ていきましょう。それでは今回の動画がいいと思った方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。